今回は薄力粉で簡単なクイックブレッドを作っていきたいと思います。薄力粉 200g、 砂糖 30g、 塩 3g、 ベーキングパウダー小さじ1。ここ動画撮れてなかったです、ごめんなさい。お好みのオイル大さじ1、ぬるま湯 100cc、 ヨーグルト 50cc を加えていきます。ゴムベラで混ぜ合わせていきます。ヨーグルトを加える理由は膨らみを良くするため。ヨーグルトとベーキングパウダーが反応してできる炭酸ガス、これが膨らみが良くなる理由です。生地を混ぜすぎると固くなるのでお気をつけください。天板を準備していきます。準備した天板に生地を乗せていきます。生地の表面に強力粉もしくはコーンスターチを振っていきます。これはなくても大丈夫です。180度のオーブンで30分ほど焼いて出来上がりです。出来上がったパンにヨーグルトの酸味や香りはありません。しっとり柔らか、とっても美味しい。作れるクイックブレッドをぜひお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お待ちしております。